放送席、放送席、そして宮崎の野球ファンの皆さん、まず初戦勝ちました侍ジャパン栗山英樹監督です。お疲れ様でした。そして初戦勝利に飾りました。いかがでしょうか。ありがとうございました。はい、久しぶりに、これだけ多くの皆さんの前で野球ができて、選手たちも本当に、必死になって集中してやってくれました。監督、選手の状態を確認したいという中で、今日プレーする選手の姿というのはどんな風に目に映りましたか。もう本当に合宿に入ってから能力の高さを、ね、十分感じているので、こちらが邪魔したようにとにかく、力が発揮してくれれば前に進めるというふうに思ってたので、まあ、そういうゲームになったと思います。ピッチャー陣、佐々木投手から始まりましたが、ピッチャーの今日の試合の印象というのはどうでしょうか。非常にみんな思った通りボールの状態がいいので、あとはボールとの相性というか、そういったものをもう少し、みんながうまく時間がもう少しだけあるので、必ずいい形で、本番に入ってくれると思います。そして打った方では岡本選手の1打から始まりましたが、打撃陣いかがだったでしょうか。すべての選手たちが出てもらいながら、みんなそれぞれの役割をしっかり果たしてくれるというのと、自分の特徴を、ね、しっかり見せてくれたので、本当に良かったと思います。そして今日は試合中はスタンドビッシュマッタ宮崎の皆さん、スタンドの日本さんが見守ってくれました。最後にメッセージお願いします。はい、ね、少し寒い中ではありましたけど、最後まで本当に皆さんありがとうございました。毎日毎日、日本の皆さんと一緒に、ね、戦えるように、球場全体で国歌を歌って一緒に戦えるようにしっかりやっていきますので、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。侍ジャパン栗山英樹監督でした。ありがとうございました。